ちら足盛藩の家老さんが代々お住みだったお屋敷です。足盛藩は2万5千石のお城を持たない外様大名ですが、こちらの家老さんの禄高は、まあ、平均だと思いますが約500石と言われております。じゃあ本のお話いたします、ね、正式のお客様はこの正門から来られますが、父金具というあの金具の打ったこの扉は江戸時代創建当時のものだそうです。畳2畳分の広さのある式台、上がりがましとしてはとても低いですが、なんでこんなに低いかと申しますと、おかごで来られたお客さんがかごをこの上に乗せるということだそうです。おかごは下の地面の上に置かずに式台の上に乗せて上に上がっていかれたそうです。そして、玄関の8畳の広さがありますが、武家屋敷ということでちょっとした工夫がしてあります。この上床の上にこちらの穴が開いてるんですね。長方形の細長い穴がこんなところに開いています。これはなんか飾りにしても妙でしょう。こんなところにあるの、これは実用的なものでこうやって使ったそうです。これは茶師匠まで恐縮ですが、槍だと思ってください。槍はこういう投げしっていうところにかけてありますね。敵が攻めてきたらすぐ下ろして戦おうとしますが、こんなことをしてもなかなかこの鞘は抜けないです。柄が長いから1回で抜けないですね。持ち替えて鞘を抜いたらまた持ち替えないといけないというのはこう時間がかかるというので、投げしから槍を下ろしましたら、いち早くこの穴の中に鞘を入れて上に引っ掛けてこうやって鞘を抜いてすぐ戦う体制を作ったというんです。これを地元では鞘払いの穴とか鞘外しの穴という名前で呼ばれて伝わっているものです。今光線でとてもきれいにここ見えておりますね。一の間、大切なお客様をお通しするためのお部屋、一の間です、ここに平面図があります、今皆さんここにおられるんですが、色をつけた部分は奥向きのお部屋で家族の生活されるお部屋です。6部屋、畳の合計28畳半あります。それに対して表向き、お客さん用は3部屋29畳あります。普段家族の方は使わないそうで、一の間で一番見ていただきたいのはあの書なんですね。鶴の雲、閣運と書いた素晴らしい字ですね。左側には署名があります。あの署名は豊臣俊徳書と書いてあるそうです。これを書かれたのは11代目の藩主木下俊徳というお殿様です。正面の綺麗な窓は花頭窓と言いますね。花頭窓は禅宗のお寺の建築様式として鎌倉時代中国から伝わってきたそうです。非常にシンプルな欄間がそこにあります。こんな字を書きまして、あれを神津組欄間と呼んでいます、呼ばれています。侍屋敷の質素さなんかよく表しているような欄間じゃないかと思います。神津というのはご存知でしょうか。これを構図と言いますね。構合わせ、源氏構とかいう遊びがありますが、その時に使うお香の組み合わせを示す記号のようなものですね。香の図、これをデザイン化された構図組欄間です。ちょっと形がよく似ていると思います。構図組欄間、なるほど。奥の間と呼ばれている家老さんが寝置きされたお部屋です。部屋の広さは7畳半です。隣に3畳の脇部屋というのがあるんですが、この奥の間と脇部屋のこの2つの天井がとても低いです。台所の方の家族の居間よりも天井が低いです。並びの部屋よりも天井が低くなっています。これはよく言われるように敵が攻めてきた時に刀を自由に振り回せないようにしているということだそうです。あそこに榊の柱と1本だけ表示しておりますが、あれが酒柱と言われているものです。二畳の部屋で酒柱の部屋は自陣の間、切腹の部屋として用意されているということだそうです。さらに右の奥の方、ただ一つの押し入れと書いております。この大きな母屋には押し入れが一つしかありません。いわゆる難度っていう収納の部屋もないんです。物を収納するのはどうしたかということですが、この地図では平面図で今皆さんここにおられますが、この横のこの雨戸の中は幅一間の広い渡り廊下で、後ろの蔵、2階建ての内蔵へつながっています。母屋からすぐ蔵へ渡り廊下で行けるようにしてあって、こちらの蔵が収納場所ということだそうです。あそこの三角の屋根の下にかぶらの絵柄の固定があります。左官さんが壁を塗る固定という道具で描かれた固定です。
コテを使って漆喰で描かれているカブラの絵柄はですね、形に意味があります。巾着袋にお金をいっぱい入れて上をギュッと絞ったらカブラのように丸く膨れるところから、カブラは巾着袋の意味で、蓄財、お金がよく貯まるようにといって、蔵にこのようなカブラの絵がよく使われたそうなんです。ここから見られるのが母屋の前景が見える唯一の場所です。茅葺きの屋根、寄せ棟造り、周りにはぐるっと庇を巡らして装備庇です。庇の下、格子のように見えるのは無双窓という、左右にスライドさせて開ける無双窓をつけてあります。玄関の屋根は湾曲しておりますが、カラーハフという非常に豪華な玄関をつけています。おなり門です。江戸時代、藩主が来られるようなお屋敷には必ずおなり門を作らなければいけなかったそうで、文字通りお殿様のおなりっていう時だけ開けるわけですね。お殿様はこのおなり門からすぐ一の間に行かれて玄関の方へは行かないんだそうです。お殿様、木下家、足盛藩木下家の家紋、五筆の霧が彫ってあります。両側の花びらの数が5枚5枚で、真ん中7枚ですので5と7で五筆の霧です。一般的な霧の紋は五三の霧、両側が3枚3枚、真ん中は5枚の花びらの五三の霧というのがよく使われますが、五筆の霧は豊臣家、秀吉から足盛はいただいています。玄関の屋根の両端には亀を乗せてあります。こういうのを瓦飾り言うそうですが、この亀さんは首を東の方角に向けています。向こう側にも同じ位置に亀がおりまして、やっぱり東を向いてるんですね。この亀さんがなんで東を向いてるかという言われですが、参勤交代で東を向いてお殿様の無事をお守りしていると、そういうふうに言われている東向きの亀だそうです。ここの蔵の屋根についているのこれが切り菊です。秀吉は天皇家から16枚の菊の紋をいただきますが、それを足盛にもくださるんですが、まあ、秀吉は自分はそのまほぼそのまま使っているということですが、足盛ではいかにも恐れ多いといって、このデザインを変えて使われたということです。天皇家の場合、真ん中は丸だけですが、そこへ左三つどもえを入れました。周り16枚の花びらの数は同じですが、天皇家の場合、花びらの先が一つ一つがこんなに丸くなっているでしょう。こんなふうに。これをくるっと円周状で切った形にしました。これが切り菊です。今ここにおられます平面図はこういう向きになりまして、このオレンジ色の部分が先ほど申し上げましたお客さん用の表向きのお部屋です。一番向こうのあの緑っぽい壁までここから約20メートルあります。間の襖を全部取り外すとお客さん用の29畳の大広間が立ちどころにできるような、そんな構造になっています。この土間の上を見てください。黒い曲がった梁や桁は江戸時代のものですが、周りの柱は全部新しいものに取り替えられています。